朝天宮は中華人民共和国チャンス湘南近市、神話区に位置する歴史的建造物。現在は南京市博物館として使用されている。江南地方に現存する民進代の古建築では最大規模である。秋世に文武百官がここで朝廷での礼儀を学んだので、朝天宮と呼ばれる。朝天宮は1957年に、 チャンス小文物保護単位に指定される。現在は南京市博物館として10万余りの文物を所蔵している。朝天宮の入り口付近は骨頭市が開かれており目利きたちが集まっている。南京市長、天宮4号、郵便番号21万4春秋時代に、豪傘により地上が築城される。三国時代には、呉の銅鉄器の製造拠点になる。寝台には 地上寺が建立される。南朝宋の明帝の大使六年に聡明館が建てられる。聡明館とは古代南方で最も早く建てられた社会科学研究機構である。東大には大極宮が建てられ、李白、劉雄者ら詩人たちも訪れている。宋大に天行館と改められる。現代には玄妙館と称され、後に大願号長年宮と改められる。 明の後部17年に大祖、主元省が建て直し、朝天宮の名を貸しする。これにより、朝天宮の名が定着する。明末に戦火により一部被害を受ける。新代に後期、建流年間に規模を拡大する。太平天国の統治下は、火薬製造と貯蔵場所となる。新の同治5年から9年に、両校総督の祖国藩により建て直される。 ありがとうございます。